皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのガネです。シャです、今回は、ガネの卓球修行日記でちょっといろいろ学んだことをお話ししたいと思います。あ、そっから？はい、そっからです。そっからだろうね。はい、OK。 で、シャーさんにいろいろサーブとかを教えてもらったじゃないですか、うん、そうだね。組み立てっていうか、こういう風に軸を作って、その中でちょっと裏戦術としてこういうのを使ってっていうようなところですね。で、今回自分がなんか紹介させてもらうのは、ロングサーブをこうフォア側にロングサーブを出すよって見せて、バックに出すっていうロングサーブをの部分でちょっとお話をしていくんですけど、まあ、いわゆるこうあっち向いてホイのサーブですね、はい。まあ、これが結構なんかなんとなく大事やなって思ってる人って結構多いと思うんですよ。なんとなく、取りづらいなと思ってる。大事やなと。大事やなって取りづらいな。そうか。って思ってる人とか結構多いと思うんですけど、なんかみんなどっちかというと、なんか横回転めっちゃ強くかけれるようになりたい。そうだね。下回転めっちゃ強くなれるようにかけれるようになりたいとか、あとはそのなんか下と上をこう下と上とか下とナックルをこう分かりにくく出せるようにしたいとか、そういうところをができるようになりたいって思ってる人の方が多いと思うんですけど、やっぱり自分も初めはそう思ってたんですけど、シャーさんとその修行でいろいろサーブを教えてもらってるうちに、なんかそっちより普通に相手からしたらフォアに来るって思ってたのにバックに来る、うん、っていうだけのだけでも十分効くなっていう、そっちの方が有効的やなっていう。そうだね。うん、まあやっぱり回転は分からなくても、はい、やっぱ取れないんですけど取れないんですけど分からなかったらさすがに取れないんですけど、まあ上手い人になればなるほど、こうボールのポイントにさえ入られちゃうと、まあ処理はされるなっていう感じはすごくあったりとか、特にまぐれで入ったりもしますよね。まあそれもあるし、特に、まあ、ガネピッピみたいな、はい、3球目はまあ打てないと、まあ、打てるかもしれんけど、はい、あんまりうまくない、攻撃力がそう乏しい人に対しては相手がちょっとうまくなると、いやこいつはとりあえず返しとけばええねんっていうのができる層がやっぱりあると。そうですね。ノリで返しとこうみたいな、とりあえずふわっと返しとけばええやっていうのは、こと回転がわからないぐらいだったら多分返せます。あ、ちなみに回転がわからなくて攻撃力も強えってなると結構厳しいです。そこセットですね、基本。そうね。まあ、ちょっと先日現役の埼玉工業大学の森谷君とちょっとゲームをやったんですけど、はい、やっぱりちょっと少しでも甘くいったら打たれると思うと、やっぱりちょっと細工っていうかしなきゃと思うとレシーブミスしたりとかしちゃいますね。うん、厳しくいこう。あれがガネだったらしなかった。俺はポヨで、まあ、返しとけばええやんみたいな、そっからラリーでなんとかなるし、なんとかなる。でも森谷はちょっと厳しかった。なるほど。同じ左でも全然違う、同じ左ペンでもちょっと違う、そこはと、うん、まあそので今回まあその紹介させてもらう、フォアに出すよって見せてバックに出すっていう、まあこれを紹介するんですけど、まあやっぱりそのなんていうのかな、回転の質とかボールの速さっていうのももちろんあればあるだけ、そのあっち向いてホイのサーブに対してさらに回転量やったり回転の分かりにくさやったりボールのスピードっていうのがあればあるだけもちろんいいんですけど、まずはそのなんかこう上を下に見せるとか下を上に見せるとかそういうところができるようになるよりは、このあっち向いてホイができるようになってからさらに下を上に見せたりとか、そういう技術ができるようになる方が有効的やなっていうのをちょっと今回は検証してみたいと思います。わかりました。はい、はい、それではよろしくお願いします。します。まずはこっち側にフォア側にごめんなさい、フォア側に普通のサーブ、普通にロングですね、ロングサーブを出したいと思います。お、やった。あ、ごめんなさい、ネット。やったー。
では次にフォア側に出すよっていうのを見せながらバックに出します。おお、出した。よし、ちょっと浮いた。ミスった。まあさっきのレシーブとはさすがに質が違ってくるよね。返すだけになっちゃうよ。ああ、もうコンって打てるのに対してポヨッちょっとこうピュッて入れちゃう。まあなるし、まあもし回り込んだとしてもスタントは打てないだろうね。はい、こう落としてあこういう風になると思うんだよね。まあやっぱりここを待ってるから多少なりとも来るんじゃねえかなと。はい、やっぱこうなるよね、ちょっと。まあ自分が前までそのシャアさんに教えてもらうまでちょっと思ってたことをやってみるんですけど、それっていうのは下回転とナックルを混ぜるとか、例えば普通に下回転とナックルで混ぜる。でもこれだと結局まあ相手が回転が分かってるから取れるよっていうのもあるんですけど、なんか分かってなかったとしてもなんとなく取れちゃうんですよ。なんとなく返せますね。まあさっき言ったみたいに攻撃力がない相手であればあるほど攻撃力があるときついよ。ああ、そうね。そこをその後ゴーンってしっかり3球もいける。まあでも返せるか返せないかで言うとなんとなくは返せるね。まあ多少分かってなくてちょっとふわってなるかもしれないけど、うん、やっぱりコースが分かってるからそこには到達できちゃうから、そうね、返せる可能性が高くなる。グッと上がるね。はい、まあコースが分からなかったら時の最上級っていうのはボールがノータッチで抜けることだから。はい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 、ちょっと出して、じゃあこっちでこっち側。はい、最上級はこうだから。そうですね完全に騙されて、うん、こっちに来るって思ったのに全く逆の方向。最上級はおだってこれに関してはもう早くても遅くても絶対抜けちゃうですもんね。いい、遅いサーブでもいいですよ別に。こんなことはないですけど、まあ、ないですけどないですけど、まあでもそういうことですよね。はい、じゃあちょっとお話に戻ります。はい、ということでまあもちろんその上を下にしたりその上を下に見せたりっていうそういうまあ回転を分かりにくくする技術とかを練習してもらうっていうのも全然やらないよりはやった方がいいと思います。ですがこうさっき最後シャアさんがやってくれたようにこうフォアに飛んでくるって思ってこうやって構えたのにもう全くバックに飛んでくるっていう状態をまあ試合中に常に作れるので、もし作れるのであればまあどんな速さであろうが遅さであろうが回転の質であろうがコースさえその体の動きとコースさえ間違ってなかったらこうそのまま抜けちゃうっていう、そういう。そういうお話になっています。で今回はその逆モーションの出し方自体は紹介しません。安田さんがあっち向いてホイサーブっていうのとかで出してるし他にも何個かあっち向いてホイのサーブっていうのは出てると思うんでそちらの方をご覧になってそのあっち向いてホイっていうのをできるようになってもらう練習はそこでやってもらったらいいのかなと思います。でまあそのサーブの質のところで今回はこうちょっとお話をさせてもらいました。なんかシャアさんありますか？うん、そうですね。まあやり方、まあやり方の紹介っていうのは多分、はい、卓球知恵袋とか他のチャンネルさんでもまあやってるんですけど、今回みたいな考え方の動画っていうのは、はい、まあ一度インストールしてしまえばやっぱりすごいずっと使えるんですよね。考え方さえ、理解する。これは別にサーブの話じゃないので。
点を取るっていう話なので、あの別にいつでも使えるんですけど、まあやりか、うん、そこからやり方かあの学ばないといけないですよ。どうやってこう逆モーションを効果的に使うのかっていうのは必要なんですけれども、やっぱりその得点力っていう意味では、はい、あのノータッチを取るっていうのが多分一番得点力がある、はい、得点方法で、ノータッチを取ろうと思ったらやっぱりコースがまあ分からないことであったり、うん、単純に超剛速球でぶち抜くかになってくるので、うん、そこら辺で、まあ、ノータッチを取るっていう意味ではあの一番こう手軽にできる方法かなと思います。逆モーションで、逆モーション、まあ、左から右に見せたり、うん、右から左に見せたり、まあ、これが縦でもできますよね。長くとか短くでも、まあ、それでもできるし、できるんで、まあ、そういう感じでどんどんその逆モーションっていうのがこれから流行ってくれれば嬉しいかなと。そうね、でね、はい、やっぱり今回ちょっといろいろ話を聞いてみて思ったのは、はい、やっぱりその次のボールが怖ければ怖いほどやっぱりサーブも効くなと思います、はい、なるほど、うん、特にあ、まあ、ノータッチに関しては、はい、結局、まあ、あんなにノータッチになることは基本的にやっぱないので、まあそうすね、やっぱりわって返すんだけど、はい、返しとけばええやって思われるとやっぱり入る確率っていうのは高まってくると。あ、だけど、ね、打たれるからちょっと狙わないととか、ちょっと速い球で返さないとって思うとミスが出ると。確かに、それはもうそのコースをあのバレなくした時も一緒だし、回転が分からない時もそうなんですけど、うん、やっぱり難易度として、はい、返す難易度の高さとしてはコースがこうやってあってやった時にどうにかしなきゃっていうのは結構やっぱ難しい、はい、なぜならやっぱりここのもうずれてるから、そうですね、体勢がずれてるから、ずれてる、ずれてるからこの感覚を伝えるのがすごい難しいんだけれども、うん、まあここに来ますよっていうのが分かった上で何とかするのはまだ多少こうできるのかなと思います。はい、まあそういった意味で今回そのタイムリーなところで森谷君とちょっと試合をした後だったので、そうですね、はい、あのまあガネさんだったらまあとりあえず真ん中ら辺にやっとけばいいかなってなるんですけど。やっぱりね、そこら辺のプレッシャーっていう意味でも、はい、次のボールを練習するっていうのもすごくいいし、まあもちろんサーブって1球目攻撃なので、うん、そこら辺、そこでプレッシャーをかけないことには次にプレッシャーをかけることも難しいので、その前まで、その前そのシャーさんに教えてもらうまでは多分そこができてないじゃないですか、うん、そのプレッシャーをかけて入れに来させるっていう工夫ができない、入れに来させたいのに強く打たれるとか、うん、ゴーンみたいな、あーみたいな感じになっちゃうんで、まずはそこができる。で、まあ、それができたらその後まあラリー力、ね、ラリーっていうかまあパワーとかをつけてもらって、そこで3球目森谷君みたいにしっかり打てるようにそうそうしていく。どんどん段階があるね。やっぱりサーブでまずはその時間を奪って相手をワーってさせると、ね、ワーってさせても次があんまり微妙だったら、微妙だったらこうやって安心して返せるし、で3球目うめえやんって思わせることができたら、やっぱりそこでまず1球目でプレッシャーをかけることがいい、うん、で3球目5球目がうまかったら、はい、今度なんか頑張って返さなきゃって、どん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 このプレッシャーが後追いでどんどんかかってくるから、そうですね、後追いでプレッシャーをかけるためにもまず最初の1球でしっかりその時間を奪うっていうことが、はい、できるっていうことがすごく大切なのかなと思いました。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。